11月の頭の3連休、2日3日4日ですね、この3日間ちょっとイベントに出させてもらいます。でしかも毎日違うイベントなんですね。で今回ちょっとそれの紹介をねさせてもらおうかなと思うんですけど、まあイベントなんか興味ねえよって方多いと思うんですが、まあハイチこんなもんやってんだねっていうのを知ってもらういい機会かなと思うので、手短にねギュッて詰めて喋りますんで、よかったら最後までご覧ください。まずは11月2日土曜日から参ります。でこちらは東京モーターショー、まあ、聞いたことある方もねいるかもしれないんですが、その中で10代未来会議というのがあります。で自分とあとはテレビとかYouTube でもね活躍されている元気先生で、元気先生と N 高校の生徒さん、こちらで登壇させてもらって、13時45分から14時45分ですね、この1時間でいろいろ喋らせていただきます。でこちらはもう東京モーターショーっていうすごい大きなイベントの中の一部になっているので、本当東京モーターショーに行くついでとかでも構わないと思うんですが、もしご興味ある方はぜひね遊びというかね来てもらえたらと思います。続いては11月3日日曜日でございます。こちらはララポート海老名で行われる YouTuber アカデミーっていうね、まあ、聞いたことある方いるかもしれないんですが、これの非常勤講師みたいなポジション、まあ、お手伝いに行かせてもらいます。で時間は11時から16時までで、各45分の授業というかイベントを4回やる形になります。でもちょっと詳しいのはね概要欄の詳細見てもらえたらと思うんですけど、整理券とかも配られるので、まあ、それをねゲットしてもらわなきゃいけなくなるんですが、内容としては小学生以下のお子さんに対してネットリテラシーの部分を一緒に勉強したりとか、ちょっとサムネイル一緒に作ってみようぜみたいな、そういうまあ体験イベントみたいな感じのをメインでやる先生いらっしゃるので、それのお手伝いとして、まあ、ぐるぐる回りながらねアドバイスちょちょってしたりする感じで参加させていただきます。ただですね、イベント自体は小学生以下限定にはなるんですが、その中学生以上の方でも交流をできる時間っていうのが設けられていて、それが13時半から14時の30分間だけはどなたでも交流会で参加できますみたいなのが一応やるらしいんです。らしい、詳細分かってない分かってないんだけど、ひとまずその日海老名の方に参加させてもらいます。でこの YouTuber アカデミーはもう一回だけ登壇というかお手伝いする機会があって、それが11月16日の土曜日、ラゾーナ川崎ですねの方でも同じようなイベントに参加しますので、まあちょっと今回ねここの告知では詳しくは言わないんですけど、もしご興味ある方とか、あ川崎なら行けるみたいな方がもしいらっしゃったら、16日にあるので開けといていただけると幸いです。よろしくお願いします。そして、最後が11月4日、月曜日ラストで、3連休ラストの日になるんですが、ここがですねエドベーションサミット2019っていう、去年の2018でも自分登壇させてもらってるんですけど、都内にある清井カンファレンスとあと麹町中学校って、まあ、近くにあるね2カ所で開かれる、まあ、教育イベントなんですけど、これは結構固いというか、本当社会人向けのイベントになります。でこれは入場料がかかります、この最後に関しては。でまた詳細また見てもらえたらと思うんですけど、年齢によって入場料かからない年齢の方もいらっしゃるんですが、そこで15時半から16時10分で登壇します。でここが面白くて、登壇相手は呼び乗りたくみくんです。呼び乗りたくみくんと自分の2人、あとはモデレーターの方もいらっしゃるんですが、でトークイベントする形になりますので、去年ね行った時も結構自分のファンの方何か来てくださって、そこでちょっと交流会みたいなプチ交流会ねさせてもらいましたけど、もし都合が合えばぜひね、まあ、どっかちょっとほとんどね首都圏なんで都内東京神奈川東京になってしまうんですが、お近くの方で興味あって時間ある方はぜひ遊びに来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。